どっすー、こんにちはーす。いやー、風邪ひいちまったわ。風邪をひいてしまってね。今、マスクをしながらちょっとやっていくんだけど。もうちょいで最終章。てかもう最終章に来てるんだけど。いやーね、多分ね、これちょっと実況中にちょっと咳とかしてしまうかもしれないんで。そこはちょっと許してください。ここに来て、どうなったんだっけ。まず追っかけられてんだよ、俺、謎の。女に、謎の女っつうか、あの小杖さんだかっていう女の人に追っかけられてんだよね。まず調べよう。緑の日記さんを手に入れた。9月22日、旦那様には内密に奥様の日記帳を取りに行った。あまりにも奥様が必死に求めるものだから、私は興味を持ちつい読んでしまった。奥様の秘密や人心情、そして旦那様との今までの思い出、私の知らない旦那様がここにあった。奥様だけが知る旦那様、奥様だけが哀れみよりただ羨ましかった。自分の犯した罪を忘れ、代わりに罪を背負う旦那様に守られている奥様。それに比べ私は何？旦那様は私を協力者として求めても、一人の女性としては求めてくれない。旦那様と罪を分かち合っても、気持ちは分かち合えない。どんなに頑張っても、本当に欲しいものは手に入らない。私が欲しいものを全て持ってる奥様。そんな幸せな奥様のためになぜ私ばかり落ちていくの？私がどんなに努力してもあの人にはかなわない。奥様がいる限り私は。日記を読んだ後のことはあまり覚えてない。気づいた時には奥様は私の足元に動かなくなってた。でもこれだけはしっかりと覚えてる。奥様は最後、出会った時と同じあの優しい顔で笑ってた。なぜかわからない。今自分が泣いてる理由もわからない。明日は満月。奥様はもういない。いやー、いきなりこの喉を痛めてる俺にすげえ長文の文章で読ませるね、この日記さんは。これは、ハンドルを入手した。ハンドルどこで使うんだよ。まずセルショー。ちなみに5日経ちました。5日経って今ものすごく疲れてます。これで何を使えばいいのか、何も起こらない。これもいいのかな。まず1回外出っか。今は出るべきじゃない。どうすればいいんですか、どうすればいいんですか。ここから何もできないんですけど、あ、これあれじゃない、今使うんじゃないか。どこで使うのか全然わかんねえんだけど。はい、来た。聖水をかけた。これで成功出すね。成功出すねってなんだよ。おっと、聖水、あ、聖水すげえな。ご法事が消えた。最強じゃねえか、聖水。俺も聖水買ってこいかな。聖水飲めばなんか喉治んじゃね。てか、めっちゃかっこいい声になってそうだな。嬉しいな、そういうの。待って、待って、あっち、待って、これじゃねえか。これをハンドル使えばいいんじゃないか。よっしゃ、来た。これをどうするんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。これ、来てんじゃないか、今。右に4回。右に4回。1、2、3、4、4回。で、左に2回やればいいのね。オッケー、何も起こらない。なんでやねん。よう来た。ちょっと待って、来てる。閉じる、来た。ちょっと待って。待って。左に、右に4回。ちょっと待って。左に2回。あ、ちょっと待って。待って。下に、ちょっと待って。右に4回じゃないのこれ、ちょっと待って。右に4回で、左に2回じゃねえのこれ。ちょっと待って。ちょっと頼むって、無理。ちょっと許してください。はい、無理ですね。もうダメだこれ、どうしよう、もう無理だっつうのバカ。皆さん、長きにわたるあの女との戦いによって私は成長してまいりました。とりあえず行きましょう。全ては僕は全て分かってしまったようですよ。ハンドルを使い、そして南に開けるときは南にやるって言ったら、これ南にします。だがしかし、このハンドルにバッテン印があるんですよ。それをなぞっていくと、右が逆に2になるんですね。だから下にして、右に2回、そして左に4回という。話してる間にあの幽霊が出てきて、僕は死ぬと若干思ってしまったが、ちょっと待って、早くしてくんね。開けると、待って、めっちゃ、ビーチ！おい、ちょっとじゃん！あ、これでも、あ、こっちじゃない。あ、待って。あ、全力でピンチじゃない、これ。また、戻るのは危険だ。こっちじゃない。もう全力でピンチじゃん。
待って、あのご法人をまずこれじゃ生成であれじゃ消しに行くんじゃないの。オッケー。保護人が消えた。これで、まずはいいんじゃねえか。まず。オッケーでしょ。あとは、最後のとこでしょ。ここで一回セーブしよう。ちょっと待って、別のところにセーブしとこうぜ。セーブして、こっち行けるのか。戻らない危険だから、こっちはね、どうすりゃいいのじゃ。え、これ積んだくせえのかな。あれ、あー、なんかある。ちょっと待って。あったわ。白の日記。7月4日、アキトさんからこの日記書をいただいた。記憶が欠如して不安ならこれからはここに行かれ決めればいいと、アキトさんにはいつも心配をかけてしまってる。学生たちも心配してくれてるみたい。それなのになぜこんなにも心がざわつくのかしら。4月5日、今日小銭に部屋に飾られていた花について聞いてみた。小銭はさっき私がその花を生けたと言っていた。私はそんなこと覚えていない。4月8日、病院に通い続けた結果、なんだこれ。地方だと診断された。母も患っていたあの病気、あの事故の衝撃で私も発病したのではないかと。今日もあの学生が会いに来た。あの目が怖い。7月10日、今日目が覚めるとアキトさんと小杖が横にいてくれた。いつも優しい2人だけど何かが違う気がする。いつも来てくれたあの学生が来なかった。あの学生どんな顔してたかしら。思い出せない。8月19日、今日アキトさんの名前が一瞬わからなかった。怖い。このままだと自分のことや大切な人を思い出せなくなるのかしら。母のように。9月12日、最近アキトさんは何かを調べてばかり、問いかけても何も教えてくれない。何か隠しているように思える。でも私も病気のことはまだ言えずにいる。私はどれだけあの人の重荷になるのかしら。9月13日、今日は、変化と出かける約束を忘れ、役者の名前もすぐには出てこなかった。私にとって当たり前のことであるはずなのに、書いて留めておかないとまた忘れてしまう。覚えてるうちに書かないと。大丈夫、この日記があればまた思い出せる。忘れたりなんかしないわ。それ以降は持ち主の思い出が書き尽くされている。なるほど、あとは近い。ああ、あとも近い行っていいんだね。だけどさ、めっちゃ怖い。やっぱいたじゃん。うっ、オッケー、行こう行こう、早く行こう。俺動いてる。おっと、あった、あいつ早くね。あー、もう来ないのか、あいつ。あー、あと近い行けばいいのか。セーブしよう。うわーっつ、やめてよ、もう。風邪ひいてんだよ、こっちは。旦那様、お、奥様。誰か。早く、どうしたのだ。お、なぜこの部屋が。いや、ヤクモ様、私、シーツを取りに、扉が開いてて部屋が、旦那様が倒れてて。落ち着きなさい。これは、なぜ、サヨコ様がここに、実家に帰省されていると。二人とも、死んでしまったの。サヨコ様はもう、アキト様は大丈夫だ。怪我はしているが、気を失っているだけだ。いや、小杉さん、やめ。何が起こってるんだ。小杉だと。いや、何？私、怖いわ。しっかりしなさい。いいかい？よくお聞き。お前はまず外に出て、助けを求めなさい。私はアキト様をどこかにかくまう。アキト様をおぶった状態で山を降りるのは難しいだろうからね。でも、私たちのことなら案ずるな。お前は私の孫だろう。自分のできることを全うしなさい。おじいちゃん。おじいちゃん。私、奥様を客室に運んでから逃げるわ。こんな場所に奥様を一人にしたくないの。急ぎなさい。ああ、奥様、なぜこんなことに。あら、奥様のポケットに何か。そんな、奥様。ああ、そんな。何が起こるのかわからない。今ここに、これはちゃんと旦那様に渡さないと。え、何事だよ、もう。ちょっと待ってよ。今のは。え、まず進むか。地下に行けばいいんだよ、俺。うわぁ、ここが開いてる。一応これさ、え？これさ、閉めれるんじゃねえか？ハンドル取れないの、もう。え？取れねえんだ。地下へどうやって行くんだっけ？ちょっと全力で思い出すわ。はいはいはい、ここだね。なんだ、この BGM は。地下への道は閉ざした。これで見つかることはないわ。
ああ、この人あれか、小瀬さんか。アキトさんどこにいるの？これで私たちずっと一緒にいられるのよ。お、くあったって、私よしこ、よしこさんか。オッケー、もうこれからよしこって呼ぶ。ごめん、どうしてみんなおじいちゃんまでそれにその姿、なんで奥様のそれで奥様になったつもりなの？さあ旦那様に何をしようとしてるの？もう、いや、やめてよ、こんなの来るって。うるさい、あっつ、おお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 お、もう殺しすぎだよ小瀬ちゃん。はあ、はあ、お、なんだ、誰にも邪魔させない、私はあの人と一緒になるの、ずっとこの場所で、ずっと。ねえ、どこにいるの、アキトさん。ここになんかあるんだな、錆びた影を入手した。オッケー、セーブ、セーブして、ちょっと待って、一回カットさせて。はい、じゃあ行きまーす。あぶねー、てか今まで案外咳出てないと思ったけど、ちょっと待って、錆びた鍵、鍵を開けた、オッケー、行こう。ちょっと待って、閉めれないこれ、ちょっと待って、一回閉めれないね。他に何かない？ちょっと一応見とこう、あいつがギリギリ来るまで。あ、来てる来てる、ふざかられてる。ここでナイフ、ナイフ使って封を解いた、鍵かかってる。あー、待って、次これか、え、もう俺は戸惑いなんかしない、速攻だ、速攻行くぞ、速攻行くぞ。ナイフ、このやってる間にも来るんだ、あいつ。月の鍵、鍵を開けた、来たー。お、勝手に進んでる。おー、なんだここ、これか。おーっつ、おーっ、くそ、こんなところで、おー、なんか来るな。あ、え、ああ、ああ、アキトさん？今だ！ちょっと待って、今何があるんだ？聖水か？聖水だよな、これか？壺の中で生臭い何かが動いている。じゃあな、謎のうごめくものよ、すべて、水をすべてかけた。なんだこれ、壺型爆弾みたいな。ああ、動ける、まだあんのか？こいつか、近づかない方がいい。まだあんのか、どうすんだ、あとねじ巻き。黄金の書、スマートフォン、待って、あとどうすんだ。おお、マッチかい、マッチかい。ここですげえ時間を食ったんだけど。おお、わあ、え、おお、なんだ、あ、秋、あーし、申し訳ない、ちょっとカットしたのもんだけど、ちょっと咳が出てしまったわ。あ、秋、あー、おお、燃えた、終わったのか、なんだなんだなんだ、え、なんだ、もしかして呪いを燃やしたせいだったら、まずい、早く出ないと。ちょっと待って、あんたは大丈夫か。まあいいか、まず出よう。おお、おお、急げ、燃えてる。ここまで、おお、なんだなんだなんだ、おお、かける、か、走れない、おお、ちょっと待ってよ、なんだよ、おい、めっちゃなんか泣けてくんじゃねえかよ。お、めっちゃいるじゃん。ああ、お前ら、ああ、ああ、くそ、あ、ヤクモさんじゃねえか、あ、ああ、かけるくん、あれ、みんなの死体が、なあ、こう、
ああ、かける。屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたアッサたちが火事に気づき、倒れていた俺を見つけたらしい。また不思議なことに、消防車が着いた頃には炎は鎮火していったようだ。あの屋敷だけを燃やし尽くして、その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け、真実を話した。全部は信じてもらえなかったけど、京也の家からお父親の遺体が見つかり、屋敷跡には複数の人骨が発見されたらしい。この奇怪な事件は世間に内容を伏せる形で処理されることになり、亡くなったみんなの遺体もそれぞれの家族に引き渡された。そしてカケルも。よし、こんなもんか。ここ何、部屋？あ、病室か。え、あ、退院の準備終わった。あ、やっぱ病室ね。わさちゃん、パート1ぶりじゃねえか。ああ、あとはお世話になった看護師さんへの挨拶とか受付を済ませないと。さっきおじさんがしてたよ、準備が済んだら駐車場に来なさいって。父さんがそんなことまでしてくれなくても、一緒にいなくても、おじさんにとってみちるは大切な息子なんだよ。おじさん結構警察への対応とかも陰でやってくれてたんだよ。そっか、じゃあ早く行こうか。あ、おばさんのところには行かなくていいの、同じ病院にいるんだし。また日を改めていく。葬式に行けなかったから、今みんなの家を回りたいし、それに今日はお父さんの家に行く予定だし。あ、私も行っていい？私もカケルにお線香あげたいから。ああ、一緒に行こう。うわー、とうとう終わるのか。その後改めて父さんやアッサからカケルのこと聞いた。今まで俺や母さんのことを気遣ってカケルの話は避けていたらしい。未だにあの屋敷での記憶しか戻っていないけど、それでも自然と懐かしさは込み上げていた。お、俺もこの忌まわしい場所から解放されたのだろうか。俺にできることはもうそれを願うことだけだ。今回の件で一人生き残った俺を、かけるを救えなかった俺を、誰も責めたりはしなかった。時が経てば忘れる、むしろ忘れた方がいいとも言ってくれた。でも俺は満月の日が来るたびに、あの日の出来事は忘れることはないと思う。いや、忘れはしない。自分は自分の犯した過ちを、かけるのことを。だから俺は今日もあの曲を聴いている。かけるが好きだったというあの曲を。わあ、終わったー。うわぁ、ここで風声が、完全に今の裏声が出てしまった、もう。うわぁ、終わったよ。いやぁ。いやぁ。でもね、多分これ最終回にはなんないんだよね。なんかね、あの、攻略サイトで、あの、なんか、どっか積んだ時に攻略を見た時に、書いてたんだけど、これね、ノーマルエンドなんだってね。で、トゥルーエンドがあるんだって。だからそのトゥルーエンドをね、終わらせるために、まだやるぞ。でね、まだね、いろいろエンディングがあるんだよね。あの、ちなみにね、あの、最初の、あの、一番最初の選択肢で、あるんだよ。すぐ終わるエンディングらしいものが。だから、それとかもいろいろやってって、完全にクリアをしていなと思って、ちょっとやっていこうと思います。はい。いや、いろいろ、なんか、すげえさ、すげえこういうゲーム、なんか本当に、こんな完成度の高いゲームってね、あんまりないから、すげえ、すげえ楽しかったです。はい。あんまり喋るとね、喉がどんどんおかしくなってくるんで、ちょっとここら辺で黙ります。おーっと、タイトル画面に開発資料室が追加されました。来たね。ちょっと待って、最後にこれを見てこう。おっと、画面が変わってる。かけるくんの顔だ。かっこいい、かわいい。とりあえずこれを見てこう。最後にいらっしゃいませ、こちらへどうぞ。なんかすげえ雰囲気が。ゲームクリアお疲れ様です。ここは開発資料室。名前の通り開発に関する資料が置かれています。はい、詳しい話が聞きたいと思ったらもう一度話しかけてください。ようこそ。すげえ、なんか歓迎されてんな。
いっぱいあんな。これは話しかけられるのか、無理か。俺すげえ犯人見てじゃない？あのコナンの犯人みたいになってんだけど。前作のノベルゲーム、ああ猫の借り道っていうゲームがあるんだね。その主人公と仲間たちです。ゲストキャラとしていろんなところに登場しています。ああそうなの。全然知らない。さすがに屋敷内にはいません。あーあーあーあの一番最初の学校のとこでか。あのロッカー少年じゃねえの、あの右にいるやつ。舞台背景は黒い月と同じなのですが、話も雰囲気も全くの別物なので、未プレイの方はスルーで大丈夫です。実は裏山に、ね、謎の猫ちゃんがいます。そうなの。おすすめはイベントを発生させた方なのですが、それを見るためにプレイし直す価値は正直ないです。はい。あーすげえ楽しい。死体があるけど気づいていたでしょうか。時折ロビーで落下してくるこの人。あーそうだよ。あこれあれ落ちてきてたのね。この人は屋敷の取り壊し工事で自殺した従業員でした。そうなんだ。やっぱあの資料に書いてたやつね。ここで彼はひたすら自殺を繰り返す幽霊となっており、屋敷の噂話の死の一つになっていました。すっげえ作り込まれてんの。待ってね、待って、すげえさ、すげえ話したいんだけど、すげえまだまだいろいろあるんだけど、一回ここで終わって次回にちょっとつなげていくわ。じゃあ終わります。次回多分最終回なのかな。ということで狂い月最終回お楽しみに。じゃあね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、タップよろしくね。